はい、皆さんこんにちは。6月15日月曜日です、今日はちょっと狙ってるものがあるんでずっとウォッチしてますけど、私が下手くそなんで今まだまだ買えてません。今日の朝ごはん兼昼ごはんはちょっと頑張りまして、ホットケーキを焼きました。急に食べたくなったんでね。でこれはホットケーキミックスがまだねお店になかった時に、もうどうしようもないなと思ったんですけど、ちゃんとしたね普通の小麦粉のホットケーキじゃなくて、この米粉のホットケーキだけが奇跡的にあった、時に買ったやつです。で、これ、一袋で12センチが4枚焼けるって書いてあったんですけど、3枚でしたね。で、形も歪なんですけど、まあ、味は一緒なんで、この歪なところも愛してっていうことで、このまま食べたいと思います。で、バターね、ちょっと乗っけたんで、これをこう溶かしつつ、ペンペンって、ペンペンと溶かして、はい。ね。ペンペン。はい。で、それから、こちらですね。ピュアメープルシロップ 100% さんをかけていきます。これ開いてんのかな？あ、開いてないですね。よいしょ。はい。じゃあね、こちら。今開けましたんで。たっぷりとかけていきます。どうでしょうか。おー、見てください、このツヤ美味しそうですね。でね、撮影してるんでちょっと両手でフォークとナイフが使えませんので、ちょっと失礼、フォークでいただきます。こっちかな、よいしょ。はい、それではね、米粉のホットケーキミックスいただきます。よいしょ。なんか優しい甘みがしますね。なんかやっぱ米だからか、なんかしっかりとした生地で、甘さのなんか土台が、香料とか、なんか、風味とかじゃなくて、なんか、しっかりとしたなんか、米の甘みみたいなものを感じますね。結構うるさいから。はい。うん。こちらには、ふっくらもちもちって書いてあるんですけど、多分、想像してるふっくらもちもちって結構軽い調子だと思うんですけど、これしっかりした噛み心地が、まあありつつ、そしてふっくらして、まあ多少のもっちり感がある。まあそんな感じですね。うん。あとはなんか個人的には、やっぱなんかお米が土台になってるっていうだけあって、食べた時のこのお腹に溜まる感じありますね。うん。じゃあ、あとはゆっくり食べたいと思います。